2016年ゼルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました。世界バイナリーオプションスペシャリストの半部陽先生です。2017年は世界第2位でした。現在ゼルトレーダーは FX 統一となっております。12月10日ですね、月曜日になりました。夜中の1時38分でしょうかね。今日の月曜9時から始まる、バイナリーオプションのインジケーターですね、こちらの方はね勝率 70% で見てますけど、左側のパソコンがあるんですけど、そちらの方は 75% でやってます。で、シグナルが出てるのは5つですね。5つの通貨国だけ見つかってるんで、月曜今日か今日の9時からね投資できると思うんですけれども、75% の3つしか出てませんけどね。この説明しましょう。パソコンの方の日にちもこうですね。で、こちらですけれど、こうですね。このようにシグナル出て、これ負けてるわけです。これは勝ちというんですね。で、1週間の分析でこんな風に出てます。これ勝ちですね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 。これ負けですね。これ勝ちですね。ということですね。10回ですので、1週間はね、1週間前からは、ここが先頭でね、こういうシグナル戦略方法ではね、戦略方法は各自の考えでプログラムしてください。それで、ここに 72.0%、実質は 80% ですね、勝率がね。ここからここの幅の利益ですね。平均が 33.7pips って出てます。それで、一応 70% 以上、25pips 以上ですね、平均 pips。各自でこの戦略、例えばこう打っていただきたいようですね。例えば、ここをカルシグナルをね、こう打って、ね。まあ、こういうシグナル出た時の、ね。自分で戦略した、プログラム通りの戦略をですね。私もこういうふうな戦略。これ秘密ですけど、こういうふうにシグナル出してるんですね。ね、で1週間に10回出てます、今のね。それでね、5時から9時まではシグナル送らないようになってます。こういうの出ないように、ね、買いました。で土日もね出ないようにしましたけれど、これまだ金曜日から止まってる状態ですね。で、このようにね、勝率を出させて、これね、次も同じようなこの戦略で勝てるんじゃないかということですね。で、20% ぐらい落ちるんですけどね、20%、52% ぐらいになっちゃうんですね。だから、1日通して1個勝ち抜けばいいって感じですね。だから、こうですから、14、13だから、まあ50回ぐらい週にシグナルが出て、ね。まあ1日10回ぐらいでしょうかね。で、10回で1回ぐらい本面の利益と取ればいいわけですね。そしたら、次回はジェット機が買えるわけですね。この戦略、だから自分のこうシグナルね、戦略方法を作って、この勝率を出させるわけです。
こっちの方は何だかな、ユーロ AUD ですね。うん、これこれこのシグナル出てるんですね。これこれ勝ち、これ負け、勝ち、これ耐え、勝ち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 、これ負け、勝ち、勝ち、勝ち、これ負け、勝ちってなってね、これ勝ち、これ負け、勝ち、これ勝ち、これ負け、ね、これで勝率 73.1% で40個投資されてるってことですね。この戦略、このシグナルの出し方でこういう成績なわけですね。で、今後わかんないんで、できるだけね、勝率がいいやつですね。で、足が寒いんだね。足が寒いんだね。足寒いんだけど、足引いた方がいいかな。足は寒いんだよな、これ。あ、下まで持ってくれるんだよね、暖房。ということですね。で、本番の方はね、1000円でやります。で、勝率 75% でやってます。分析作ってます、左のパソコンで。ちょっと聞いて、ちょっと便利行ってきます。はい、本前は先生です。ということで、これが分かりやすいけどね、40回1週間でシグナルが出てんですよ。1週間前からのシグナルでね、戦略方法で73.1% ね、これ結構いい成績、これ負けてるけど結構いい成績なんだね、これね。これ負けてる、あ、こっち勝ったでしょ。15本バイナリーオプションですね、これね。実装 75.0% なんですよ。これで稼げれば自家用ジェット機が買えるですね。これで稼げれば自家用ジェット機が買えるんです。12億円ぐらい稼げるんですね。ちょっと待って、これそこがついてるのかな、ちゃんと。ねえ。手元過ぎちゃったか。ねえ。ついてると思うんだけど。足にね、湯たんぽ引いたんだ。寒いから。ね、足に湯たんぽ引いたんだけど。で、電気毛布、袋の。車ってんですけど、どうだ、これで稼げるか。これは今日の時間なんだけど、金曜日から止まってんです。土日休みだからね。まだ停止中ですね。5でしょ。0123456-7まで行くんですよ。日月火水木金土日ね。で、0で。この英語で書いてるけど、7日間ですね。分析データ。
これで参るけど、どうなんだろうな。このとこ 25.0 ピップって必要ないから、25とか24でやっとかないといかないのかな。ちょっと直しとくね。ちょっと待ってください。はい。ちょっと修正して、こう見やすく25ピップね。点いらない、これは。ね。それでやってみました。多分70では稼ぎにくいと思うんだな。 75% の方がいいと思うんだけど、少ないんですよシグナルが。FX も同じですね。これがロングになるだけですね。この周期が長くなるだけです。これは15分でしょ、取引してから最大で。それで、それでこうですね。で実際これ 73%、72% なんないんだよね。でこれちょっとこれも桁外しちゃおうかな。ね。でこのようにね、ちょっと表示に、小数点表示やめて、ね、こうしてみました。しようかな。これ点いらないね、これね。ちょっとね、表示コールにしました。見やすいようにね、無駄な、取って打ったんですね。さあ、まだ始まんないからね、今日の9時から、朝の9時から、夜中の2時です、今、冬。疲れるね。年取って還暦になってちょっとくたびれちゃってさ。あれ、あったかくなんないな。足がね、湯たんぽ引いたんだけどね。
ここ出ないんですよね。ないのか、ここ出ないんですよ、これ。もうすぐか。一回録画しておきます。